はい、皆さんごきげんよう。どうもどうも、ナス兄さんです。今日はですね、今お店にいました。仕事前です。はい、仕事前でね、ちょっとねお腹が空いたのでね、ご飯食べに行きたいと思います。はい、今回紹介するのは青柳町、はい、私のお店からすぐのねところのねラーメン屋さん紹介しようと思います。はい、私のお店バーショー。はい、これもまず出ます。はい、出て、今、その、鍵閉めます、鍵。じゃあね、留守にするよ。留守にするからね。はい、っていう感じでね、はい、私のお店を出ると、ここに、非常階段があるんですよ。非常階段を出まして、真っ暗になりました。はい。出まして、隣のビルに来たんですけど、隣のビルも真っ暗です。誰もいません。はい、その隣のビルをねこう降りていくわけですよ。はい、いつも3階もね店やってるんですけどね、非常階段からこうやって下に降りて、2階はねこんな感じでねお店やってます。スナックですね。はい、降りていくと、なんとででん、1階にねのんちゃんラーメンあるわけですよ。こう行ってね食べてこようと思いますね。最後までご視聴よろしくお願いします。いただきます。はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。ラーメンツールニキことナス兄さんです。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今回ご紹介するラーメン屋さんは、私のバーの隣のビルにあります、1階にありますのんちゃんラーメンさんです。はい、実はここ温めてました。はい、紹介するのが汚染じゃねえかと多分皆さん思ってると思います。はい、私はここのお店温めてました。はい、青柳町にね人がね出てくるようになったらばね紹介しようと思ってね。はい、今回もうそろそろコロナ禍も終了すると思います。はい、紹介したいと思いまして行ってきました、のんちゃんラーメンさんです。はい、こちらラーメンを、あ、普通にねラーメンと餃子とチャーハンと言ったらば、
こう今日三陸のわがめいいのあっからあのたわがめラーメン食ってけね食ってけって言われたんでね、わがめラーメンになってね来ました。なんと醤油ラーメン、この醤油うまいです。鶏ガラなのかな、鶏ガラで出汁を取ってるのかな、はい、返しの醤油はたまり醤油なのかな、よくは分かりませんけどすごく美味しかったです。さっぱりしてないです、こってりしてないです、濃い濃くもないです、ちょうどいいラーメンです。はい、ちょうどいい味加減です。こちらちょうどいい醤油のラーメンです。あのね、どっかね昔を感じさせるね味のするスープなんですよ。熱々のスープでね、すごくね、あれ美味しくなったんじゃねって言いました私、はい、3年も経てば美味しくなるさって言われました。はい、あのつとむくんね、あの酒釣りによくあの酒釣りの動画に出てくるあのつとむくんのお姉ちゃんがね今やってましたね。はい、3年も経てば美味しくなってるでしょ。確かにね、のんちゃんラーメンめちゃめちゃ美味しくなってましたよ。意外と、はい、某店を超えましたね。はい、青柳町で醤油ラーメン一番美味しいんじゃねえかな。あー、そんくらい美味しかったです、はいはい、麺はね細縮れ麺、そしてこのわかめもねシャキシャキで、はい、美味しかったです。チャーシューはねトロットロのチャーシューです、はい、トロットロのチャーシュー、これ美味しいですね。チャーシュー麺結構ねチャーシュー4枚5枚くらい入ってね、うん、あの映える感じのチャーシュー麺ですよ。はい、皆さんチャーシュー麺食べてみてください、美味しいと思います。はい、醤油ラーメン美味しいで、ね、美味しかったっすね。はい、多分最近北上で食べた中ではなんか一番うめんじゃねえかっていうぐらい美味しかったっすよ。はい、そしてねチャーハン、こちらのねチャーハン、はい、めちゃめちゃね人気あるんですよ。皆さんね、あーもうのんちゃんラーメン行ったらばもうチャーハン、チャーハンだね、チャーハンうめえよっていうくらいチャーハン人気あります。人気のあるチャーハンです、美味しいです。これもちょっといい味加減なんですよ。パラッパラのチャーハンで美味しかったですね。はい、私はそれよりも一番おすすめって、もうもちろんラーメンも美味しかったです、チャーハンも美味しかったです、でも私が一番おすすめしたいのはのんちゃんラーメンの餃子になります。はい、餃子1皿500円、おっとちょっと高いんじゃねえかって皆さん思うじゃないですか。違うんですよ、500円でいいんです、いいんです、いいんです。なぜかというとうまいからです。私ここのね餃子大好きなんですよ。はい、ニラがねたっぷり、はもうニラだけ入ってる、ニラだけ入ってるよ、ニラしか入ってねって言われましたよね。はい、あのお姉ちゃんにねニラしか入ってねって言われたけどねもうねニラまんじゅうわかります、あのニラまんじゅう、あのニラまんじゅうみたいな、ね、感じのね、あのニラのたっぷり入ったね餃子なんですよ。ボリュームあるね餃子でね、この餃子がね意外とね醤油とかいらない、酢でいいです、酢と胡椒でいいと思います。酢と胡椒に合うんですよ、これが合うんですよ、うまいんですよ。もうねこの餃子美味しいからね皆さんねぜひ、もうねほら居酒屋行くよりも、うん、居酒屋行って一軒目で居酒屋行くっていうよりも意外とのんちゃんラーメンでね、うん、あの餃子とビールで一軒目いいと思います。まあその後キャバクラはねちょっと癖がらいけないかもしれないですけど、うん、もうねもう鼻詰まりも治りません。はい、コロナの後遺症でね鼻詰まりが、ね、ずっと鼻詰まってます。何なんすかねこれね、もう来週治んなかったらちょっと病院に行ってみます。はい、何かあったらば紹介、あの皆さんに報告しますんで、アレルギーじゃねえかってみんな言われてね、俺アレルギー何もなかったんですけどね、コロナでアレルギーになったのかな、なんかそういうのもあるらしいですからね、まあ調べてきますよ。もうずっと鼻詰まってね、咳もずっと出るしね、もう多分1ヶ月ぐらいね完治して治るんですけどね、もう3週間ぐらいねずっと鼻詰まりと咳がなってます。はい、
っていうことでね、今回のんちゃんラーメンに行ってね食べてきたわけですけど、皆さんもぜひ行ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お腹いっぱいですね。半チャーハンしたのにねめっちゃ多かったっすね。ほんとあの餃子がねめちゃめちゃうまいですよ。はい、皆さんもね飲み合い岩手県北上市で飲んだらばのんちゃんラーメン、はい、遅くまでやってますんで、2時、3時くらいまでやってんのかな、はい、やってますんで、ぜひね締めのラーメンとかね、はい、お腹が空いたら行ってみてください。はい、ってことで今回の動画はのんちゃんラーメンに突してみたの動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。美味しそうだなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ヘバナイスデイ。ナイスですか。撮ってますよ。撮って後でアフレコでいろいろ入れるんですよ。こっちあの喋る、あの食べてる時喋るなってあの結構言われるんで、コロナ禍だから、そうめんどくさいんですよ。一周もどう、じゃ今喋ってもいいの。全然大丈夫ですよ。全然美味しいですよ。全然美味しいですよ。餃子が大好き俺。ニラ多めのね、ニラオンリーだよ。美味しい。うん、醤油ラーメンも美味しい。美味しい。三陸の大船渡のわかめも美味しいっしょ。美味しい。やっぱりあのいろんな全国のわかめもあるけどさ、大船渡の味噌って美味しいと思う。ああ、んだかもしれないしね。すごい、はっきり言って。美味しくなった。美味しくなった。うん。すごく美味しく、美味しい。やっぱり日々の努力が。なんですよな。だって2年ぶりぐらいかな、じゃあ3年ぶりぐらいに食いさせるもんね。だってコロナ前だから食べてきたの。コロナになってから食べに来てないから。めっちゃうまいじゃないですか。これは流行りますね。たくさんのお客様お待ちしてます。